兵庫教育大学大学院人間発達教育専攻幼年教育発達支援コースフレックスクラスの紹介動画をご視聴いただきありがとうございますコース概要解説科目就職状況研究内容等の詳細は右の QR コードもしくは URL からホームページをご覧いただければと思いますまた 本コース公式インスタグラムも随時更新しておりますのでそちらもご覧いただければと思います続いて本コースの修了生以下の4点についてインタビューをいたしましたでは、えー、自己紹介をお願いします幼年教育発達支援コースの令和4年度修了生の前島美穂です 保育現場で幼稚園教諭として約20年間勤務し、入学時には4年生大学の助手として勤務していました。2020年度に入学しました平山智美と申します。夜間の長期離修で2023年の3月に終了しました。これまで幼稚園保育所のほか、異業種でも勤務の経験があります。 大学中は保育者養成校の大学で保育者を目指す学生のサポート業務を行っておりました。音楽に進学を決めた理由をお話しください。これまでの保育現場での実務経験を振り返り、乳幼児期の保育・教育において生きる力の基礎を育成するためには、保育者の資質能力の向上が欠かせないものであると実感し、多様な保育の課題に対応できる力を養いたい。 幼児教育や保育に生かせる研究について専門的な知見を深めたいと考えその実現性に最も近い場所であると思ったからです子育て支援に貢献できる力を養えることにも魅力を感じましたまた兵庫教育大学大学院の修了生が身近におりどの方も口を揃えて言われたのが兵教の先生方はとても熱心で学生に寄り添った指導をしてくださる 相談しやすく温かい先生が多いと勧められたことが決め手でした関連した業務を行う中でもっと今の幼児教育や保育の現状や課題を学びたいと思ったのと将来現場に復帰した時に役立つ知識やスキルを身につけたいと思い 仕事をしながら資格取得やスキルアップがしたいということを上司に相談したところ、これまでの経験を活かして大学院で学んではどうかと進めていただきました。母校も含めていくつか進学先を検討しましたが、職場に表記を卒業した先生方が何人もいらっしゃったので、いつでもわからないことを相談できるのと、ハーバーランドキャンパスで行われた進学説明会でコースの先生から詳しい話をお聞きすることができ、 私でも仕事と陰性生活の二足のわらじができるのではないかという希望が見いだせたので、表彰の大学院への進学を決めました。本学での学びで印象に残っていることもお話しください。やはり一番はコロナ禍の真った中になり、オンライン授業に切り替わったことです。オリエンテーションも入学式もなくて、授業も先生や同期とも学。 画面上での出会いとなりました。指導要領の改定で推進されている ICT 活用を即実践することになり、情報活用能力は一気に向上したと思います。最初は誰とも対面できず、誰にも相談できず不安はありましたが、少しずつ顔見知りが増え、情報交換できるツを習得できたので、徐々に不安も解消されていきました。 入学直前から流行した新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、入学式が中止になり、オリエンテーション授業は全てオンラインで行われました。唯一、就労発表会と卒業式だけ対面で行われましたが、3年間で同じコースの陰性の皆さんとお会いできたのは2回だけです。 入学後の陰性生活への不安もありましたし、それに加えて初めて経験するオンラインでの授業等に対応することも大変でしたが、先生方には授業前後やメールなどできめ細かい対応をしていただき、その都度不安を解消しながら多くのことを学び、貴重な経験ができた3年間だったように思います。終了後の進路についてお話しください。 えー、今年4月から四年生大学の助教として勤務していますと実習関係の科目を担当しています4月から幼稚園教諭として勤務しております進学を考えている方へのメッセージを言ってください 兵庫教育大学大学院は多種多様な年齢、職業、経験を持たれた方々との出会いがあり、グループディスカッションやグループワークで様々な意見交換を交わし、より深く物事を捉えることができたり、新たな発見ができたりと、たくさんの刺激を受け、視野を大きく広げるとともに、自分自身を高めていくことができる確実な学びの場です。 また研究で行き詰まった時には先生をはじめ先輩や仲間から違う視点からの見方や考え方などアドバイスをもらい示唆を得ることができましたお互いに支え励まし合える仲間やゼミで出会えた先輩とのつながりは卒業後も大きな絆と力になっていると思いますえ私も先輩からかけてもらった言葉ですが 先生方のご指導に諦めずについていけば必ず導いてくださるという言葉を伝承したいと思います。ぜひこの大学で自分の力を発揮してください。頑張ってください。 日年教育発達支援コースは今後も夜間クラスは原則オンラインでの授業とのことですので、通学にかかるはずだった時間や費用を他の学びや研究に充てることができるというメリットがあると思います。仕事をしながらの陰性生活は通学がないとはいえ楽ではありませんが、一緒に学ぶ陰性の皆さんや 私たちの状況をよく理解してくださっている先生方の存在が、陰性としての2年間、3年間を支えてくださいます。大学院で学ぶこと、出会う人々によって、視野が広がり、これからの人生を豊かにしてくれると思います。詳細はコースの進学説明会で、先生方に直接伺っていただければと思いますが、オンラインで学ぶメリットを活かして、表彰の大学院で充実した陰性生活を送っていただきたいと思います。 最後までご視聴いただきありがとうございました。